共同住宅だったらしい。あ、出産。あ、はい。専門じゃ。美容できそう。一人の心の中になんかちょっと幸せの種みたいなものが芽生えて、地元とか家に帰ってそこから芽が出て花を咲かせて、そしてまたこちらに来ていただいてまた新たな実をつけていくというような、なんかそんな感じの施設になったらいいなというふうに思います。